おはようございます。ももチャンネルです。今日はつるなしインゲンの定食を行ってみたいと思います。こちらがつるなしインゲンの苗になります。もうすでに芽が伸び始めてますね。ちょうどいい頃だと思います。それでは植えていきたいと思います。それでは、株間を20センチ取ってください。ちょっとこれ畝がちょっと幅が広いので互い違いにやっていますけども、20センチあれば十分だと思います。はい、深植えはしなくて大丈夫です。ちょうど面と同じぐらいに軽く1回押すのは、土の浸透圧を利用して水分を上に上げるために軽く押します。そうするとこの地面の持っている水分で大概のものは根がつくと思います。一回お水をあげてしまえば、地植えの場合はそんなにお水をあげる必要はありません。かえってお水を毎日あげてしまうと根が深く入らなくなってしまうので、夏場の水切れにとても弱い株になってしまいます。ですから一回お水をあげて軽く押さえてから水をあげて、そのままでも十分大丈夫です。このような感じになります。そしてこちらが1週間前に植えた苗なんですけれども、まだちょっと寒いのか根が動いてません。根が張る方に栄養を使っていると思います。これから5月の連休を過ぎると途端に成長が始まります。はい、このような感じになります。今日はつるなしインゲンの定食を行ってみました。ご視聴ありがとうございました。